スタート前の一瞬の表情、佐野さんどうご覧になりました？結構にこやかに出てったんで落ち着いているように見えますね。落ち着いた、そして引き締まった表情で演技が始まりました。ショートプログラム、曲はサラバンド。まずは最初のトリプルアクセル成功させて一気に伸び伸び滑ってほしい小塚。いいじゃないですか。高さもあります。完璧。場内に拍手。続いては3回転3回転のコンビネーションジャンプ。動きいいでしょ。ちょっと高さ足りなかったですね。初めてのシニアの舞台、緊張感もあるでしょう。ステップを見てほしい、そう話していた小塚のストレートラインステップ。特に足元ですね、注目していただきたいですよね。高校3年生の17歳です。将来の夢はオリンピック、そうはにかみながら答えてくれた小塚貴彦。コーチを務めるお父さんも出たオリンピックの舞台に立ちたい、そんな話もしてくれました。ルッツ、最後のジャンプ大丈夫ですね。3回転です。さあ3つの規定のジャンプは終了しました。あとはスピンとステップでどれだけ見せてくれるか。今年の世界ジュニアのチャンピオンです。プレッシャーもあるでしょう、緊張もあるでしょう。結構簡単そうに見えますでしょ、難しいことやってるんですよ。緊張で始まった2分50秒のデビュー戦、しかし最後は笑顔が出ました。さあ小塚貴彦にとって初めてのシリアの舞台、最初の得点はどんなスコアが出てくるか。ドキドキと本日の緊張の一瞬です。技の評価、技術点、そして5項目からなる演技構成点、その2つの合計、技術点は 28.64、 そして演技構成点は一度転倒がありましたが1点減点されます。5項目の合計は 28.40、 トータルは 56.04。 現時点では小塚貴彦が第3位ということになりました。